どうもこんばんは、NM です。今回は超人 X 第10話および第11話の考察をしていきます。第9話から展開されている塩崎哲也編ですが、今回大きく動きがありましたね。まず塩崎哲也について簡単にまとめましょう。第11話で判明した鎮火の超人塩崎哲也、大和を南に住む塩崎は仲間と一緒に銀行を襲撃してお金を奪っていました。超人の力を無断で使用して自動販売機を破壊するなど素行の悪い行動が目立ちますが、兄弟思いの根はいいやつです。そして塩崎自身、強盗に加担することをよく思っておらず、第9話では使わず放置された銀行から盗んだお金がベランダに山積みになっている描写がありました。塩崎の家は多額の借金を抱えているらしく、返済がまだ終わっていないところを見るに、盗んだお金はおそらく使っていないのでしょう。そして今回カオス化した塩崎は第2のカオス状態ですね。第10話の中でも説明がありました。超人の姿はその人がなりたい姿、つまりプロ野球選手になりたかった塩崎。塩崎のカオス状態はまるで野球選手のようでした。ちなみに時男とエリーは1回目のカオスを脱した超人です。もしかしたら次回からの戦闘で2人のカオスモードが見られるかもしれません。すでに時男は地面にめり込まされているので、カオス状態での登場となるのではと考えています。ちなみに塩崎哲也は実在する野球選手が元ネタとなっています。元プロ野球選手の塩崎哲也氏は現役時代西武ライオンズに所属し、魔球と称されたシンカーを駆使した投球術で西武の黄金期を支えていました。また第2のカオス状態に突入した塩崎の胸に16の数字が現れています。16はタロットカードで闘を意味します。正位置で悲劇、急展開、衝突、破滅を意味しており、逆位置で緊迫、動揺、誤解、衝突と復活を意味します。逆位置に復活の意味が入っていますが、残念なことに今回は正位置です。次回第12話でエリーと時男と衝突、そして駆けつけたシモンに殺されてしまうかもしれません。逆位置になる描写、例えば塩崎がひっくり返るような描写があれば逆位置となり復活、和解という展開も期待できます。ちなみにこの背番号16も元プロ野球選手、西武ライオンズに所属していた塩崎哲也氏の背番号と同じ番号になります。そして前回の考察動画でも取り上げましたが、第9話の1コマ目、4本の注射が無造作に置かれている描写がありました。やはりこの4本の注射を使用していたのは塩崎と一緒に強盗を行っていた連中であり、この4本の注射はすでに使用済みのものでした。第9話の煽り文、フォーアウトの通り暴走した塩崎によって4人は死亡してしまった可能性が高いです。ということで今回は超人 X 第11話の考察でした。カオス状態の塩崎はなかなかのインパクトでしたね。やはり自分のなりたいイメージがカオス状態時の姿に大きく影響するのでしょうか。時男のカオス姿が楽しみです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。